はいはい、しのぶ姉さんいらっしゃい。お邪魔します。はあ、お前は鬼舞辻無惨。鬼舞辻無惨なんて呼んでないわよ。呼ばれてなくても別に遊びに来たっていいだろう。呼んでないのに遊びに来るのは相手の予定を考えないからあまり良くないことよ。今日は帰ってちょうだい。まあまあいいじゃないか。お、このソファーすごく座り心地が良さそうだな。ふかふかだ、最高じゃないか。おい、カナオ、紅茶を持ってきてくれ。美味しいケーキも食べたいな。あなた勝手に人ん家にやってきて、しのぶ姉さんのために綺麗にしたソファーに座って、飲み物とデザートまで要求してくるなんて、すごくずうずうしいのね。早く帰ってちょうだい、今すぐ。そんなに帰ってほしがるとさすがの俺様も傷つくぞ。お前みたいに融通の効かない奴はこうしてやる。それ、体が、これ鬼舞辻無惨の劇術ね。何が起こるのかしら。金を箱の中に閉じ込めてやったぞ。ちょっとここから出しなさいよ、鬼舞辻無惨。出してやるものか。俺様を歓迎しなかった罰だ。永遠に箱の中で反省してるがよい。それでは俺様はこれで。はあ、ちょっと鬼舞辻無惨。箱の中から出られない。どうしましょう。あ、動画を見てるそこのあなた、もしよかったらグッドボタンを押してくれないかな。みんなのグッドが集まれば奇跡が起こって、きっと誰かが助けに来てくれるはず。みんなお願い、グッドを押して。あ、グッドボタンがだんだん集まってきた。優しい、みんな本当にありがとう。きっと奇跡が起こるわ。あ、誰かが来たみたい。カナオ、お邪魔します。あれ、カナオの声がしませんね。カナオ、どこにいるんですか。しのぶ姉さん、こっちです。え、もう大変。カナオが箱の中に閉じ込められてしまっています。しのぶ姉さん、鬼舞辻無惨の劇術で箱の中に閉じ込められてしまいました。ここから出してもらえませんか。わかりました。今すぐ可愛い妹カナオを箱の中から救出しますよ。さあ、カナオを箱から救出しましょう。どこから開ければいいのかな。ここですね。ここにテープが貼ってあります。手では取れなそう。よし、ここをハサミでちょきっと切っちゃいますよ。これで開くはず。あ、開かない。わあ、両端にもテープが貼ってあります。よし、こちらもちょきっと切って、で、OK ですね。反対側もテープをちょきっと切って、これでやった。箱が開きましたよ。あれ、箱の中にまた箱が入ってる。これも開けていかないといけないみたいですね。どうやって開ければいいんでしょう。テープでぐるぐる巻きになってます。鬼舞辻無惨、ここまでしてカナオを閉じ込めたかったんですね。おいしょ。ここも、ハサミで切って、あ、やったー、カナオ救出。ああ、大成功と思いきや、さらに袋の中に閉じ込められちゃってます。鬼舞辻無惨の劇術って恐ろしいですね。袋もハサミでちょきっと切って、カナオの頭をよいしょ救出。そしてカナオの体も救出して、カナオの体と頭をくっつければ、はい、カナオを箱の中から救出、大成功です。
ありがとうございます。いえ、元通りになってよかったです。動画を見ているみんなも私のことを助け出そうとグッドボタンを押してくれて本当にありがとう。もしよろしければチャンネル登録もよろしくね。カナオ、お部屋をすごく綺麗にして準備してくれてたんですね。私、カナオのためにお菓子を持ってきたので一緒にティータイムしましょう。はい。嬉しいな。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画